和紙下町探偵団源さんです。今日はね、亀戸に来てるのだ。でね、この亀戸の駅ビルっていうかな、あと俺これを探ってみようと思ってるのだ。こっち側は北口なんだけど、北口はね、もうほとんどアトレ。まあ、これだけ違うかな。このビルはリビンだよね。で、この裏側とか真ん前とか、みんなアトレ。アトレって書いてあるからね、わかるように。なんかある意味駅の周りみんなアトレなんだけど、一番いいところだけ違う会社。でもなんかやってなさそう。あれ、これもアトレじゃなかったかな、違うかな。でも多分違ってるっぽいね。アトレじゃないね。あ、これもリビンだ。これとこれ両方リビン。あ、違うビルなんだけど、隣のビル同士で、同じ商業施設っていうのが結構あるのかな。ここなんかさ、全部アトレだよ。これリビンかな？これも、これも、これも、ビルの色とは違っちゃうと、ちょっとわかんないじゃない？でもみんな、これ。あ、これじゃん、あと俺。でもね、アトレね、広いしね、何でもあるしね、使い勝手はいいんだよ。有名店、モロゾフとかも入ってたりとかして、でね、まあ、ちらっと位置関係が分かる人は分かると思うけど、もう駅が直結してんだよ。そこ東武亀戸線ね。こっちの後ろもまんまもアトレだからね。駅を本当に覆うようにしてアトレさ。ちょっとパーッと見てみようか、お店。まあでもこういう商業ビルは、まあ、みんなどこも似てない気がするんだろうな、わしは。コメダコーヒーが入ってる。おしゃれな店もいくつかあって。あ、地下もあるんだよ、食料品売り場ね。まあ地下はいいか。だいたいこんな感じなんだけど、端っこの方にってか、ちょっと分かりづらいところにあるんだよ、エレベーターが。クリアがあって、この先何もありませんよって顔してて、エレベーターね。
うん、本当に亀戸駅そのものですよ。まあ、ただ下手なもんでしょう。エレベーターで行きましょう。一応屋上階アイクリニック名車さんかな、うん、ソライド広場、まあ空が見える亀戸の広場かな。ホールとか事務所とか研修室みたいな感じに見えるしね。違うのかな。まあこの階は多分あとで本社の利用してる階じゃないかな。実はここにね、ただブラブラしてるだけじゃないですよ、下町探偵団。とっておきがあるんですけど、あれダメかな。この木面白いね、丸くて、とりあえずバカとなんとか高いところに登る的な屋上です。これからかな、終わったとこだろうな。これがね、見せたかったんだよ。最近ちょっとね、まあ春めいてきていろいろ花を見せてんだけど、アトレの屋上のミモザの木すごい綺麗。残念ながらちょっと緑が入ってきちゃいました。これさ、鮮やかな緑がさ、ところどころあるんだけど、真っ黄色だったら綺麗だろうなって思うでしょ。思うよね。思ってちょうだい。で、ここら辺全部一体、あ、これアトレ、あれ、これはさっきのリビかな。こっちはアトレの駐車場だったかな。こっち側行ってみようかね。関係者以外ご利用禁止。なんか意味ないよね、このこうだけ広い空間、関係者以外立ち入りに禁止にしては。そう思うんだけど、意外とね、ここね、ありです。ああいう風に家族連れが遊んでたりして、遊具もあったりして。飲めない井戸があったりして。電車好きな人はありかな。これ東武亀戸線、あっち JR の総武線、上から見えるもんね。好きな人はいいよね。さっきの右の方は立ち入り禁止だったけど、上は行けるんだね。行っちゃいます。なんとかと煙は行っちゃうんです。どこよりも高い高層ビルの屋上ではないけれど、まあまあ一般市民がお金もかけず無料で登れる展望台としては、どう潜るのと
景色いいんじゃない？なんだろうね、あの乳母車は気になるな。まあ一回上がったぐらいじゃそんなに劇的な変化はないけど、あれは交差点だね、亀戸の交差点。見えるかな。まあこんな感じっす。ただね、なんだろう、アトレって亀戸以外にもあって、他はどういう感じかわかんないけど、本当にね、亀戸のアトレはね、町の人、庶民のちょっとしたお買い物場って感じ。なんていうのかな、主婦っていうか、結構年配の女性が、まあおばちゃんがさっきからずるうろ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 してて、うろうろって言い方失礼かな、お買い物してて、そういう人ばっかしだな、イメージとしては。別にそれは悪いことではなく、町に愛されてるってことなんで、いいことだと思うけどね。うん、まあこんな感じっす。ミモザの木をお見せできなかったのは残念だ。今日はこの辺で終わっとくのだ。これでいいのだ。